オドンネルの肖像、プラド美術館像、レオポルド・オドンネル・イホリスは、スペインの軍人、政治家。グランデとして、初代テッドアン公爵、ルセーナ公爵、アリアーガ死爵の称号を持っていた。サンタクルスでテネリフェで、スペイン軍人、カルロス・オドンネルとその妻ホセイファノコとして生まれた。そのせいから察せられるように、先祖はアイルランド人であった。オドネルは、 1830年代に国を二分したカルリスタ戦争において、摂政マリアクリスティーナを支持する自由主義派の強力な支持者だった。バルドメロ・エスパルテロ将軍が1840年代に実権を掌握すると、オドンネルは摂政マリアクリスティーナと共に国外へ亡命した。彼は1841年にエスパルテロに対するクーデターを企んだ。 ラモン・マリア・マルバイスが実権を掌握すると、オドンネルはすぐに地位を回復し、1843年10月には、総司令官として、キューバへ派遣された。ラ・エスカレーラの弾圧として知られる、1844年の、虐殺で、彼の名は記憶された。キューバの何千人もの奴隷と、有色人種の自由人が暗い地下牢獄で、 拷問を受け、処刑され、命を絶たれたのである。1854年、彼は政府に対して、軍事クーデターを起こし、一時は首相に任命された。彼は、エスパルテロ内閣で、軍事大臣を務めた。テトゥアンの戦いにおけるオドンネルマドリードにある、オドンネルの母書クリミア戦争は、ロシアの経済封鎖により、穀物価格急騰を引き起こし、 1854年のガリシアでの基金を誘発した。力食器暴動がスペイン中に広まり、オドンネル将軍はこの事件に介入してマドリードへ入場した。エスパルテロは1856年7月14日から15日にかけ、オドンネルの配慮で辞職し、女王イサベル2世が彼に第44代スペイン首相として疎閣するよう要請した。 自身の新しい政権のため、オドンネルは、連合自由党を組織した。これは、伝統的な保守主義者、温健派、カルリスタが手を結ぶことを目指していた。オドンネルはこの神道と共に、無干渉主義を主張し、教会所有の土地の没収を、歌うスペインのため中道、を確立させようとした。権力の座にあったわずか数ヶ月後の10月12日に、 彼は解任された。そしてその状況は2年間続いた。彼の第1次政権は未来の進化への基礎を築いた。第二次政権では彼はさらに注意深くなった。オドンネルは第2次、そして第3次政権においてスペインの鉄道インフラストラクチャーを改善する外国投資を呼び込むため骨身を惜しまず働いた。しかし彼は 経済成長の多くを達成できなかった。すでに本質的に工業中心地となっていたナバーラとカタルーニャでのみ産業の成長に拍車がかかった。彼は新しく積極的なスペイン帝国主義政策の提案者だった。特にフランスがアルジェリアにおいて成功した後、彼はアフリカ大陸でのスペイン量の拡大を目指した。 第一次政権において、1858年6月30日から7月2日まで、彼は、第136代外務大臣と第48代首相を兼ね、1860年10月21日から1863年1月18日まで、第138代外務大臣と首相職を兼ね、1863年2月26日まで、首相職に残った。 第二次政権で53代首相としての任期は1860年10月21日に始まった。テトゥアン獲得を目指した1859年のスペインモロッコ戦争においてテトゥアンの戦いでスペイン軍を指揮したオドンネルは1860年に内閣から短期間の昇降を得た。彼は 遠征において示した功績を称えられ、テトゥアン公爵の称号を授かった。1866年、彼は、フワンプリム将軍の率いた反乱を抑えた。続いて1866年7月11日、彼の政権の過れさを理由として、オドンネルは、イサベル2世によって解任された。オドンネルは、ビアリッツへ移り住み、翌1867年に、そこで没した。 1870年、オドンネルの棺は、マドリードのヌエストラセニョーラで後お茶聖堂へ、移送された。ありがとうございます。